駅作林は民発の言語学者、教育者、慈善家。号は、剣道。1897年、新国の通州地方の学者の家庭に生まれた。子供の頃、彼は何事も習得が早く、中国の古典にも精通した。後に、通州師範学校に学び、卒業した。1920年、上海の有名な、 中華書局で編集者として働いた。翌年の3月から、はじむ金ん、あきら、りくいこと、ち文もとともに、上海国語専門学校の教授に採用された。1923年、国語統一準備委員会の任命により、はじむ金広志、長本ち林五道などといった全国的に有名な学者と、ともに、国語ローマ字研究委員会のメンバーになった。その後、 徐々に学会からフェードアウトし国民教育や事前活動に専念した。小学校、高等学校の校長、南通堅私学館、チャンス小私学館などを歴任した。質の高い教育を確保するため様々な法律や規制を厳格に実装した。1930年、通州貧人という事前団体を設立した。ここで貧しい家庭の子供たちは 基礎教育を受けて簡単な技術も学んだ。日中戦争の中に彼は日本の占領軍とその協力者に連携することを拒否した。退却中の政府に続き敵の手に落ちていなかったチャンス省北部で困難な条件の下で作業を続けた。戦争が続くにつれてますます多くの学校が閉鎖した。学校に行けない若者たちを助けるために彼は チャンス省北部の京関で、数系中学という学校を独力で再開し、校長を務めた。彼は、友人やよく知られる教師などに助力を要請した。彼自身も中国語のクラスを教え、また、学生と一緒に、毎朝の体操をした。2年間の過酷な勤務は、彼の健康を奪い、深刻な病気で、1945年の春に死亡した。 翌年、南通り地元の名士たちは24人、記念宣言を発行し、追悼会を設置し、彼を巨大な文学者、有名な教育者と呼んだ。父親は、駅公。号は、県六。母親は、駅、王術源。兄弟姉妹は4人、自称、拓海公、正義、創族。1921年に結婚した妻は、ご清くん。 これらの彼の家族はすべて死去した。子供たちは5人、駅具、駅広し、駅路、駅列、駅舎若い時、彼は積極的に中国語統一運動と新聞化運動に参加した。教育の分野では、標準中国語の文法と音声を教え、それを徹底的に研究する仕事に従事した。学術的なアプローチは、 中国の古典と西洋の科学を統合したものであった。鋭敏な観察力を持ち、分析も詳細であった。理論的な原理を正確に使用して、実際の状況に応じて、頻繁に創造的な発明を行った。1920年、中国語音声講義という学術文書を発表した。政府の教育省は、これを中国語音声学の授業と学習ための参考図書にさせた。 その中の単一母音図と複合母音図は中国語の音声研究によって初の試みであった。3年前に英国の音声学者のダニエル・ジョーンズによって発明された基本母音図と比較することができる。1921年、語声理論という論文を発表した。その中で西洋の楽譜の読み方をもとに、 曲線で中国語の成長を記述する方法を初めて提案した。それは超元人の1930年の成長記号の発明の先具体として見ることができる。その方法は今までも音声研究の中に広く使用されている。1924年中国語文法講義4回という学術文章を発表した。その本はフレーズの分類と説明。 関連する構造の適用と区別、及び埋め込み文句の分類と分析について、同時代の似たような本よりも優れていた。その中に頻繁に使用される、意味の特徴、意味の方向、文句の変換などの分析方法は、中国の文法学会で多年の後、徐々に人気を博した。駅作林は、学術研究で優れた成果によって尊敬されてきて、はじむ金、広し、蝶元人、 林五道などと、並び有名な中国語の言語学者を見られた。ありがとうございます。